俺のやり方見せてやろう。一丁手柄を立ててくるか。信行殿の兵が多勢、清須城に向かってきます。攻めてくるなら迎え撃つほかあるまい。近づく敵を一掃するぞ。待たざ、味方の要は俺とお前だ。抜かるなよ。それに秀吉、お前も逃げ出さんようにな。そこか。どうにか砦を抑えねば味方を呼び込むこともままならんな。仲間を呼び込むために砦を落としゃいいんだよな。信行様、今ならまだ。言うな勝家、どうでもしなきゃ織田の家名は守れぬ。よっしゃ、まずは順調だな。敵はひるんだ。この隙に押し返せ。兄上の勢いを削ぐのだ。開門。信行は中央に兵を集めてきた。そこか。捨ておくことはできんな。信長様、あいつらは俺に任せておけ。俺がやる。よし、砦を足がかりとして攻めるぞ。こりゃ中央突破は厳しいな。今のうちにオイラは別の道を押さえておくか。おいお前ら、槍の股座の恐ろしさ知らねえわけでもねえだろ。確かあっちに村の門しか知らんような裏道があったはず。はてさて、東の方だったかな。次はどいつだ。死ねてえやつからかかってきやがれ。秀吉、このマタザ様が推挙してやったんだ。しっかり働かねえとすぐに追い出すからな。オイラだってこの戦に人生かけてんだ。追い出されてたまるかっての。血のつながった者同士で思いを寄せ、僕も同じようなもの。打ち死に。確かこの辺りに草木に埋めた入り口が。お、あったあった。しいやつ、出会え出会え。やっほー。見つかったか。シャ
やねえな。黙らせるか。打ち死に。手柄はもらった。もう邪魔者はいねえよな。よし、これで手柄を一つ立てられたぞ。手柄はもらった。先に章を狙え。俺がやるか。勝手承知。章を失えば兵はおのずと崩れよう。敵に反撃の隙を与えるな。畳みかけよう。信行も容赦ねえな。だがこの俺がいる限り信長様のもとへは行かせねえ。敵の放流を許せば末盛将が危うくなる。何としてもこの席を死せよ。開門。こんな戦いやめさせなきゃ。そうだ、道を塞いでしまえば。これで敵兵は浮き足立つだろう。おいらこそ天下無双の秀吉様でい。信長様も思いのほかやりますな。そうでなくては困る。簡単にやられても兵を挙げた意味もない。討ち死に。打ち死に。俺がやる。打ち死に。オイラの出番や。打ち死に。打ち死に。一、お前まで俺に背こうというのか。私はどちらの味方でもない。こんな戦いをやめてもらいたいだけ。もう止められないの。開門。兵が動揺しているようだ。流れは完全に兄上に持っていかれたな。これも信行様のため。手加減なしでいきますよ信長様。であるか。俺がやる。この俺を止めようとて無駄よ。猿が一匹迷い込んだか。戦の邪魔だ。さっさと呼ぼう。ランナー会っていきなり猿呼ばわりはさすがに失礼でしょう。そこか。それと、信行様、俺にできるのはここまでだ。開門。俺がやる。席を開ければ味方との合流がなるな。開門。よし、対岸の味方と合流できそうだ。打ち死に。しまうぞ。手柄はもらった。信行、勝負あった。兵を引け。いえ、まだ終わってはいません。
もう十分だ。話ならば聞いてやる。だからもう刀を収めよ、信行。私とて命を落として兵を挙げたのです。決着がつくまでやめるわけにはいかない。おいらこそ天下無双の秀吉様でい。どんどん行くぞ、どんどん。そこか。それ。どんどん行くぞ、どんどん。どんどん行くぞ、どんどん。信行、まずは理由を聞こう。ご存知の通り、家中では兄上のやり方に不満を持つ者が増えていました。彼らが敵方に通じる前に手を打つ必要があった。故に彼らに私を担がせて乱を起こした次第。そして兄上は勝った。あとは私が腹を切ることで織田家中は兄上を中心に落ち着くはずです。お前の真意を聞いた以上、腹を切らせることなどできるか。謀反の首謀者たる私の血筋を根絶やしにして、兄上の確固たる意志を家中に示さねばなりません。血筋を根絶やしに、お前の幼い娘までも手にかけろというのか。それが乱世の断りというもの。ただし私に組みした者たちにはどうか寛大な処遇を。わかった信行、お前に切腹を命じる。
母、メイドで兄上のご分をお祈りしております。信行、これが乱世の断りゆえならば、俺が必ず壊してやる。なんてこと。待たぞ、この赤子をどこぞに捨ててこい。はあ、それより俺の話を。おい信長様、信長待てよ。くそ、信行様が腹を召された以上、俺も老いばらを切らねば生き恥をさらすことになる。あなたには兄様が大使をなすための力になってほしい。信行兄様はそう望んでいたはずでしょ。仮にも主君に背いて兵を挙げた以上、おめおめと生きながらえるなんざ耐えられません。戸川を一身に背負っていった信行の思いに応えてやれんのか。ゴンロク兄様、俺も信行もお前の死など望んではおらん。今日よりお前には一に仕えてもらう。姫に。信行を守ったようにこれからは一を守れ。拒むことは許さん。よいな。よい。今日はいかがなさいますか。どうぞ。